ドジャースのデーブ・ロバーツ間51が得点圏打率だけが0割台に低迷している大谷翔平29と異例ともいえる緊急対策会談を持ったことが明らかになった同監督が MLB ネットワークのラジオ番組に出演して明かしたものぶら下がっている果実を生かしきれていないと10年7億ドル約1080億円 の能力を発揮しきれていない大矢にたまらず救いの手を差し伸べたようだ。ドジャースは日本時間20日に本拠地でメッツと対戦。山本義信25、が先発予定となっている。ロバーツ監督が動いた、賭博スキャンダル問題ではない、大矢の打率0割台に低迷している得点圏打率をいかに改善するかの緊急会談である。 大谷は日本時間19日の時点で打率がナ・リーグ5位となる360で同13位タイの4本塁打10打点 0PS1.040 同11位タイの出塁率400の成績を残し31安打は同僚のムーキー・ベッツと並びリーグ最多2番打者として堂々たる数字を残しているが 当社をスコアリングポジションに置いた得点圏打率だけは0 5 3と最悪だ中級打数でわずか1安打しかない打点が伸びていないのはそのせいだ2023年の得点圏打率は317万2022年の同打率は314と2年連続で3割をクリアしている実績を考えると異常事態ともいえる チームは西地区1位だが、2位のパドレスとは1ゲーム差。指揮官が MLB ネットワークのラジオ番組で明かしたところによると、偉大な打者がせかっかくぶら下がっている美味しい果実を生かしきれていないと、大家の得点圏打率を改善するための緊急対策会談を持ったという。昌平はアグレッシブなスイングを見せていて、それはいいことで問題はない。 ただ得点圏に走者がいる場面、相手投手たちは、その情報、早打ち、を知っている。得点圏に走者を置いた、多くの場面では打者と投手は、勝負を、早く終わらせたがる。投手はコースを突き、打者は手を出す範囲を広げてしまう。昌平の場合は特にもう少し投手に球数を投げさせるように我慢し、 ミスを引き出せる可能性があると打席の中で恐れないこと。もっと多くのことができると思う。ロバーツ監督が緊急会談で問いたのは、得点圏での大矢の早打ち傾向が、相手バッテリーに利用されて十中にはまってしまっているという状況だ。高級ではなく難しいボールに手を出すケースが目立つ。大矢のチャンスは相手にとってはピンチ。 そういった場面では、相手バッテリーもコントロールミスを犯す可能性がある。指揮官は、大谷に失敗を恐れることなく、焦らず高級を待つ配球の、読み、を提案したのである。指揮官は16日のナショナルズ戦後の会見で大谷に対して、大谷は得点圏にランナーがいるときは、これまで以上に超積極的だ。 その気持ちをもう少し抑えなければいけない。投手に球数を投げさせることも必要だと苦言を呈していた。その考えを大谷に直接ぶつけたわけである。大谷はその意見を受け入れたのか。緊急会談の様子はどうだったのか。